むしゃむしゃパクパク、外はカリッカリ、タコがプリップリ、あーもう手が止まらないです。今ですわ、チャンスですわ。あの山積みのたこ焼きの一つにこっそりバレないようにこの毒をポタッとかぶせば。さあやるのよクレジット、それいけクレジット。お、クレジットさん、さっきからどうしたんですか？何でもございませんわよ、お姫様。これだから私はあなたのことが嫌いなのです。考えなしで、エコひいきで、人をおにぎりなんかで釣ろうとして、そんなあなたが、こんな私ですけど、これからもクレジットさんのような優秀な方に助けてもらえればとってもありがたいです。私はあなたに忠誠を誓いますわ、ユースティアナ陛下。よだれまみれに、やめなさいったら、そこは引っ張ったらダメですわ。なんなんですのこの子、固くのにも程がありますわ。私はあなたのお母さんじゃありませんわよ。仕方ありません、ここは腹をくくってください。ママクレジッタ、視察なら赤ちゃん連れでもできますよ。一緒に親御さんを探しましょう、ママクレジッタ。私は陛下の一番の忠臣、星の一つや二つや三つ余裕でゲットしてやりますわよ。あなたと来たらいつもいつも1から10まで知ったような口を聞きますわね。当然です、私はクレジットキャッシュの秘書ですから、円滑なサポートが私の仕事です。どうやら私はいい秘書に恵まれたようですわね。ええ、一流の商人には一流の秘書が不可欠ですからね。待遇の改善もご検討ください。希望としてはこのくらい。あなたはそういう人でしたわよね。まあ今回ばかりはボーナスくらいつけさせていただきますわ。この年になると誕生日なんてそれほど嬉しくありませんけど、プレゼントならいくらでも歓迎いたしますわよ。私の情報は高くつきましてよ。朝からラーメンでしたわ。陛下に付き添っていたので、机仕事が多いせいか肩が凝りますわね。どん底から這い上がるハングリー精神ですわ。ハングリーの意味が全然違いましてよ。ズバリ秘書1号のチクリメモですわね。身に覚えがありすぎて反論不能だったところですわ。残業後の一杯ですかしらね。持ち帰り仕事がはかどりますわ。まあ誕生日ですし今日は定時で帰りましょう。
ユスティアナ陛下、大赤字。大変なことになりましたわ。これで私の品格が十分に伝わったでしょう。お互い陛下に仕える身、どうぞよしなに。誕生日など年を重ねるだけのつまらぬ行事ではありませんこと。バースデーケーキでお祝いと言われても喜ぶ気持ちにはそうそう。クレジットさん、お誕生日おめでとうございます。今日はたくさんお祝いしましょうね。ケーキ私の手作りなんですよ。手作りケーキ、陛下が私のために、なんという光栄。ケーキがまるで金銀財宝のように輝いて見えますわ。食べるのが非常にもったいなくはございますが、このクレジットキャッシュ心していただきますわ。ようやく書き終えましてよ。最高級の絵の具を使用しましたから、色落ちなし、乾いても剥がれません。完璧な仕事に感謝することですわね。って、あら？ああ！私の服に絵の具がついて、おお、落ちないですわ。このケーキ、私のためにあなたが用意してくださったの？なかなか見どころがありますわね。誕生日など若さが遠のくばかりで、エキするところなどないとそう思っておりましたけど、お祝いしていただけるなら話は別ですわ。これまで敵対していた私を祝福するあなたの真心、おいしく頂戴してこれからも精進するとしましょうか。そう、このクレジットキャッシュ